仮面ライダーショーで盛り上がろうとしているところ申し訳ない。今からこの会場は我々ショッカーが支配する。聞こえなかったのか。今からこの会場をもろとも貴様らを消し去ってやるのだ。戦闘員よ、やれ。お姉さん、大丈夫ですか？早く安全なところへ。うん、ありがとう、ジェイ。ふん、生意気だ。行くぞ。だが私は貴様らライダーパワーに勝る力を持っているのだ。何？はぁ、あ、手始めにお前から生き贄にしてやる。これをお使いください。ありがとう。血が出てる。何客様は。俺は8人目の仮面ライダー、スカイライダー。スカイライダー、大丈夫か、ジェイ。先輩、油断しないでください。こいつの強い。貴様、ネオショッカーの幹部か。惜しい、ネオではない。我らはショッカー。ショッカーだと。そして私はヤング地獄大使。その名の通り、貴様らライダーどもに復讐するべく地獄の底から蘇った男。この辺にしといてやろう。だが我々の作戦は始まったばかりだ。いずれ直面するであろう貴様らの敗北の日まで首を洗って待っている。ビオレイユとか使ってな。先輩、ありがとうございました。礼には及ばん。それよりも奴らショッカーか。一体何を考えているんだ。ライダーパワーに勝る力とか。嫌な予感がします。大丈夫だ、仮面ライダーは無敵だ。ライダーパワーは絶対に負けない。そうですね。とにかく奴らを追うぞ。会場のみんな、君たちも気をつけてくれ。また奴らが現れたら俺たち仮面ライダーを大きな声で呼んでくれ。約束だぞ。この役立たずめ。こいつはいつも持ち歩けと言っているだろう。もうよい。本当困った時はいいしか言わないのか。せれつ。さて、今回の作戦をおさらいしよう。我々ショッカーは長年にわたり世界征服を試みてきた。だが、あの憎き仮面ライダーのせいで、うまいと毎度、すんでのところへ阻止され続けてきたのだ。だが、今こそ我らショッカーの恐ろしさを見せる時だ。見よう。我々
めてきたライダーパワー、それを吸い取り悪の力に変えて発生させる装置、その名もボイスゴムだ。いよいよこいつを使って、そろそろ盗み聞きはやめたらどうだ。こちらは修行中なんだが、悪の相談を聞いてしまったとなっては黙っちゃおけないな。貴様は仮面ライダースーパーマン。だがちょうどいいところに現れたな、スーパーマン。そのボイスボムでそんなものを使わすわけにはいかない。やってしまえ。残りの地球を救うもの、あまり整備の地を燃やし、無菌の機械の動く、それは菌の心を持つ男だ。だだだだこの目だ、スーパーライダー月面キューリック。その程度の力では俺の絶身層人間にはかなわないぞ。引っかかりおったな。何？動かない。地獄へ送ってやる。他のライダーを呼び寄せてやる。くっ、痛いの。実験は成功だ。全世界に散らばるライダーたちをおびき寄せ、このボイスボムで一網打尽。そしてこの世は我らショッカーのものとなるのだ。姿が見えませんね。おかしいな、スーパーワンからの手紙にはここに来いと書いてあるんだ。先輩、あっちも見てみましょう。ああ、お探しの人は見つかったかね。お前は仮面ライダースーパーワンです。何？なぜ先輩ここに来ることをお前が知っているんだ。バカめ、自分の先輩の筆跡も知らんのか。まさか。その通り、あのラブレターはこの私が書いたものだ。スーパーワンを利用し、お前たちをおびき出す作戦、全てはこの私の書いたシナリオだ。先輩はどこをやった。バカなスーパーワンは我々のアジトの冷凍庫の中、今頃は寒さのために凍えておるわ。何？2人まとめて相手してくれるわ。キャリー、なんだ、力が出ない。あの機械のせいか。ただの覚醒器ではない。その名はボイスボム。これはお前たちライダーの力はもろ、会場の応援のパワーまでも吸い取る代物だ。子供たちの声援を横取りするなんて、なんて卑
卑怯な。卑怯で結構。例のついでに教えてやろう。このパワーが満タンになると、さらに恐ろしいことが起こるのだ。恐ろしいこと？そうだ。これが満タンになると貴様らのライダーパワーが膨大なショッカーパワーに変換され、史上最強最悪のショッカー怪人が作り出されるのだ。そして我々ショッカーはついに世界征服ことを忘れていないかい。お前はセイクロス。俺を最初に見逃したのが運の尽きだ。お前のアジトに忍び込んだ俺は偶然スーパーワンと出会い助けたってわけさ。大丈夫か、スカイライダー10。ああ、それよりあのボイスボムを壊さなければ。行くぞ。おい、電撃に集まれ。絶対に許さん。ライダーめ、こうなれば少し早いが。何をする気だ。全てのライダーの力を吸い取ってから作るつもりだったが、今のままでも十分だな。会場のみんな、俺たちを応援してくれ。そうだ、応援しろ。大きな声で頑張れと叫ぶのだ。行くぞ、せーの。大丈夫か？みんな、はい、おのれ、
ダメ。かくなる上はこの私の恨みの力を解放してやる。何？私の代わりにショッカーに使えるのだ。怨念の滅びる。しかし私の怨念は貴様らライダーに乗り移った。偉大なるショッカー資料に私がいた地獄隊司令官ゼクロス。スカイ地獄隊司令官スーパーワン。地獄隊司貴様の思い通りにはならん。俺は世界中でたった一人になったとしてもショッカーの野望から人々を守る。その決意は貴様ごときの怨念で覆されるものではない。ここらがしやがれ最強怪獣ライダー。悲しみを噛みしめて一人一人戦う。愛のこもったライダーパンチ。お前らは俺たちは戦後の戦士メンライダーだ。おいだぜ愛のこもったライダーゲッ。貴様は許さん。ライダーゲッ。会場のみんな今こそ君たちの力を貸してくれ。会場のみんなみんなの大きな声で
会場の子供たちに言うべきじゃないか。その通りですね。会場のみんな、今日は大きな声で応援してくれて本当にありがとう。やはりライダーパワーの源はみんなの応援の力だな。その通りだ。会場のみんな、俺たちはこれからも人類の自由と平和のために戦い続ける。またどこかで会ったら、その時は今日みたいな応援を頼むな。行きましょう。俺たちは仮面ライダー。